火曜特集でございます。ここからは巷ではあまり話題になっておりませんが、深掘りすべき、注目すべき、取り上げるべき大事なニュースをさらに追いかけてまいりましょうということで、今回火曜特集テーマこちらです。どうぞ。アメリカの世界戦略とトランプ政権の意義、そしてバイデン新政権への対策とありますが、申し上げるまでも今更ございませんが、数々の疑惑しこりを大きく残しながら、先週ついにアメリカに新大統領を誕生いたしました。就任式が行われ、ジョー・バイデン氏が第46代アメリカ合衆国大統領に就任しました。一体アメリカは、そして世界はどこへ向かうのか気になるところですが、今回は江崎日洋さんをお迎えして、混迷を深めるアメリカに対する対米戦略の今を解説していただきます。実はですね、1月5日、トランプ政権が任期満了ギリギリ、前にですね、ある内部文書を出したということなんですが、そこから見てまいりましょうね。こちらです。米国の対アジア政策のパラダイムシフトとなった文書とありますが、インド太平洋における戦略的枠組みに関する覚書、各書と。これは改めて江崎さん、どういうことなんでしょうか。これですね、はい、まあ、3年前の、まあ、2018年の2月15日付で作成されたもので、当時マクマスターという大統領補佐官が署名したものでですね、要はトランプ政権のインド太平洋戦略に関する国家機密文書なんですね。はあはあ、でこの国家機密文書っていうのは基本的に大体30年ルールって言ってですね、30年経たないと機密文書っていうのは公開されないんですね。それがわずか3年で、それをわずか3年で公開して、でオライエンっていうですね、人が、このペーパーこれ出して、ホワイトハウスの中にも出てるんですが、はい、要するにインド太平洋戦略っていう形でどうやってトランプ政権はインド太平洋や中国の脅威に立ち向かおうとしたのかというアメリカ側のトランプ、もう本当に細かい戦略が細かく書いてあるんですよ。で書いてあって、これでなんで公開したのかっていう問題もあるんですが、大きいのはですね、やっぱり、後でも話をしますけども、インド太平洋戦略、これってアメリカ側の提案じゃないんだって。はい、安倍政権の安倍総理が言ったのをトランプ大統領は聞いて採用したんだということで、日本主導のものなんだっていうことが、ここで文書ではっきり書いてあるんですね。その内部文書の中に書いてあるんですよ。でここに、この2枚目のところにもですね、ちょっとこの、ちょっと分かりますかね、心臓安倍って書いてるんですが、もう具体的にここにあるんですけど、もうはい、見ましたね、プライムミニスター心臓安倍、要するに安倍総理が、このインド太平洋戦略っていう問題を提案して、で2016年に安倍さんと、トランプが会って、で2017年にも会って、でその2017年の段階で安倍総理からの説明を聞いて、トランプ政権はこのドクトリンというのを採用することこそが中国に対抗するために重要なんだというようなことをはっきりとこう明暗分かったんだという経緯も含めて、全部これ表に出してるわけですよ。日本発信のビジョンだった、日本発信のビジョンなんだということを言っているという意味で、多分戦後の歴史の中でこういうことはっきりこの言われたの初めてだったんですよね。確かにね、日本が国際的にその主導したっていうのはないですもんね。ないんですよ、ないので、だからもう画期的なことだと私は思います。しかもこれ単なる主導、単なるね、どうでもいいようなことで主導したじゃなくて、もう今も世界の脅威になりつつある中国、これをいかにこう封じ込めるかという、もうこれを非常に国際的に大きなこと、これを日本が主導してやったというのは、これ大変なことですね。大変なことだし、我々もそう思っていましたけど、こうやってやっぱりホワイトハウスのですね、きちんとした文書の中で、世界の人みんなが理解するようにはっきり明示したということは大きいことだと思いますよね。しかもこれをあえて、本来なら30年間出さないのを、あえてこれを今回出して、そうです、世界にこれを知らしめたということですね。そうです。ところ改めて残念なのは、その安倍さんとトランプさんがもう両方ともこう表舞台から去ってしまったのは、これ中国がめっちゃ喜んでるね、これ。その改めて内部文書の内容なんですが、確認していきましょう。主な内容こうなっております。中国はインド太平洋地域において各国と米国との同盟関係を解消させ、自らの存在を高めようとしている。中国に対抗し、沖縄、もちろん尖閣諸島を含む台湾、フィリピンなどを結ぶ第一列島線を米軍は防衛、
そして日本はインド太平洋での地域統合の中核国と位置づけられております。米国は中国の諜報活動への対抗を支援するという。江崎さん、これ、まあ、順番に言うんですけどですね、はい、まず中国はあの日本日米同盟を解体させる、うん、でそのために、あの日本において、はい、あの反米活動を煽る、アメリカ不信を煽る、そういうふうな形、まあ、フィリピンでもそういうことをやる、アジア各国で、あのこのアメリカとの関係を悪化させるようなプロパガンダ工作をすることで、結果的にアジアの名手が中国になるようにするというのが彼らの基本的な中国化の戦略だと。中国はまたアメリカ国内でも反日活動をしますよね。そうです。だからそういうふうな形で、だからそうやってとにかくあの日米関係を悪化させる分断工作がメインなので、それに対抗しなきゃいけない。で2番目が大きな問題で、有事に際しては沖縄尖閣、台湾、フィリピンも含めたものを米軍が守れるためのあのにための米軍の力、力量とそれに連動して一緒に動けるように日本、台湾、フィリピン、含めた国々が軍事能力を高めるようにすることが、あの最大の目標である。ではっきりだからもう尖閣防衛、台湾防衛のためにあの米軍は 最大の兵、リソースをやるべきだということをはっきり言っているというのは、これすごい大きなことです。だからまあ尖閣ね、あの守る、まあね、日本はアメリカ守れないんじゃないかだけど、守れる状況じゃない以上は守れる力を持つように、米軍は最大の兵力をそこに追い込むようにすべきなんだっていう内部文書ですよね。でこれだからそれに基づいて、だからあの日本版なんか海兵隊作って沖縄で一緒にやるとかいうことも全部この戦略に基づいているわけですね。で3番目が、要するに日本こそがインド太平洋でのアジア太平洋をまとめる上で一番の中核の国で、あの残念ながらアメリカではない、アメリカ主導でアジアをまとめるのは無理なので、日本こそがこのインド太平洋をまとめる国になってもらわないといけないというところをはっきりと言っているところが大きいと思います。これ、はあ、あのそれぐらいやっぱり日本に対して期待をしているということも、この内部文書で出したっていうのはすごいことですよね。これ逆に言うと、中国主導のアジア、インド太平洋にはさせないって話ですよね、はい、絶対にさせない。逆にこのバイデン新政権の、はい、で4番目はこの、あのアメリカは中国へのインテリジェンス工作に対抗するために、はい、日本のインテリジェンスの能力っていうものを高めていく、でその中であの例のファイブアイズですね、はい、あのアメリカ、イギリス、まあ、カナダも含めた国々の情報ネットワークに日本もアクセスさせて入れていくということも含めて、はい、日本のインテリジェンス能力を高めることで、中国に対抗できるだけの力をつけてもらうようにすることがアメリカの国益であるっていう話ですよね。いわゆるストロングジャパン、ストロングジャパンという話です。ちなみにこの内部文書で台湾尖閣の話が出てくるのは、2014年の時点で中国が尖閣、宮古、沖縄、そして奄美への侵攻計画を立案し、その訓練を実施していることをアメリカが把握していたということですね。これですね、まあ、これ、まああのまあ、もうあのオープンにしていいと思うんですが、はい、あのトランプ政権終わったので、ネイビルオフィシャルっていうのはアメリカ海軍の正式見解であるって意味です。でこの地図というのも、これはあのアメリカの海軍あの研究所っていうのがあるんですね、あのネイビルインスティテュート、そこが作ったもので、ここにあるようにですね、中国は石垣、尖閣、石垣、宮古、那覇、奄美を侵攻する計画というものを2014年の段階で作って、7年前で作って、で侵攻計画で実際その訓練を実施していると、これはショートシャープウォーっていう言い方をするんですが、でそういうような形で具体的にも動き始めているんだから、これに対抗するために本気になって日米で連携しないとまずいと。いうようなことを、あのこのアメリカの海軍の内部文書の中で出てる話なんです。だから、そのことがあるので、さっき言ったように、あのキャンプシュワブに、
あの日本版海兵隊が、ね、あの行くというのもその流れの中にあるわけです。これを受けてのことですね。そうだから全部つながっているので、そういう動き方をこうしているんだということが、このこういう内部文書としてあって、で実はこれ表に出したのはですね、ジェームス・ファネルっていうですね、アメリカのあの海軍の情報部の人間なんです、ピーター・ナバロの盟友です。あ、米中もしたか、はい、の盟友なんですね。でこのピアノでジェームス・ファネルがこの問題をリーク、あの把握して、当時オバマ政権だったんですが、あのオバマ政権にこの情報を安倍政権に伝えるべきだって何度も上申したんですが、却下、で結果的にこのファネルはですね、あのアメリカの民間のシンクタンクでこの問題については、まあ、リークしたんです、で大騒ぎになりました。大騒ぎになった結果、ファネルどうしたかというと更迭です。だからアメリカのですね、情報をやってる人間で本当にちゃんと考えてる人間は、大統領がどうあったって国益のために頑張るっていう職をかけていう人間結構いるんですよ、あの軍の中には、アメリカの国民といいますかね、でだからそういうような動きの中で、やっぱり日本、日米連携と日本中心のアジア、インド太平洋戦略が動いているっていう話ですね。その更迭された方は、トランプ政権になってはちょっと立場が変わりましたですか？彼はですね、その更迭されて軍を結局あの、まあ、辞めさせられて、今ヨーロッパ の軍事シンクタンクの研究員やってます、だから本当はですね、あのトランプ政権になったら戻るって話もあったんですが、家族と一緒にスイスに、ヨーロッパ行っちゃったんで、今更ちょっともう戻れと言われてもっていう話もあって、今どちらにいらっしゃるか分かりませんけどね、実際にはだからトランプ政権は彼を呼び戻そうとはしてたんですね。例えばですね、リムバックってあるじゃないですか、あのハワイで のあそこに中国海軍も一緒に入ってたんですが、トランプ政権になってこのリムバックから中国外したんですね、外すっていうことを あの提言をトランプ政権に出したのはこのジェームス・ファネルです。ナバロを通じてですね、だからやっぱりそうやってこの民間にはいるんですが、対中国のカウンターを作るためのこのことを一生懸命やるっていうことをやっている人間ですよね。しかしつくづくやっぱりさっきも話出ましたけど、やっぱオバマ政権というのはダメでしたね、もうだからオバマ政権は表向きはね、尖閣守ると言ってくれたんですけどね、実質的にやってることは逆でしたね。そこを振り返ってみましょうか、ここ20年でどのように世界戦略、アメリカの世界戦略が変わってきたのかというところを見てみましょう。どうぞ。2001年911事件の、テロ事件のあった年ですよね。ブッシュ大統領の当時は共和党政権、テロとの戦い、それが8年後オバマ民主党政権の誕生と同時に核なき世界、ごめんなさい、これ勘違い、誤尺ですね、すみません、ない方ですね、はい、失礼しました、こちらも、はい、そして米国は、これも有名なフレーズになりましたよね、米国は世界の警察官ではない、いわゆるこれが結果としてアメリカ封じ込め政策と言われてしまう、その、まあ、結局このことによって中国はもうどん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 覇権を伸ばしましたしね、だからよくね、このアメリカの大統領選のことをこだわるとね、日本はね独立国家なんだから、アメリカの大統領選気にしなくていいじゃねえっていう人いるんですが、そうじゃないんですよ。アメリカの動向っていうのは、世界戦略がどうなるかによって、国際社会も日本も大きく変わってくるわけだから、アメリカのね、この大統領も含めた政権の動向っていうのをきちんと分析するっていうことは当然の話で、で大事なのはですね、この2001年、このブッシュ共和党政権はテロとの戦いって言ったんだね、これ何かっていうと、イスラム原理派、過激派が最大の敵だって話なんです。これ何の話をしているかというとですね、ウイグル問題、中国の、ウイグル問題についてはウイグルもイスラム過激派とつるんでる人たちなので、敵勢力って認定をするわけです。ブッシュ政権はウイグルをそうやって見放してたわけですね。だからウイグル問題に関してずっと冷たかったんですよ、中国にとっては好都合ですもんね。そうだから中国はイスラム原理派と戦う、ね、準同盟国だっていうのはブッシュ政権の捉え方、だからブッシュ政権側はトランプ政権を批判してたわけですよ。えらい勘違いですね。だからいや、もうだから敵と味方間違える天才って僕いつも言うんだけど、ブッシュ政権はそれで、オバマになるとそのテロとの戦い引き続きつつも、核はない世界を作り、アメリカは世界の警察官ではないので、南シナ海や尖閣で中国が出てきても知らんぷりしろと、
でそれに対してやっぱトランプ政権がそういうのはおかしいと、はい、一番あのアメリカにとって脅威は中国とロシアこそ最大の脅威なんだというふうに、うん、あの国家戦略を変えたことが大きいんですよ、はあ、だからやっぱりアメリカがどういう世界戦略でいくのかということと、国際社会での動きというのは連動するので、それをきちんと見なきゃいけないという話なんです。これ見ないでありえないんですよ、はい、ではなぜトランプ政権がここまで世界戦略を大きく変えてきたかという、その理由の一端がこちらだということなんですが、どうぞ。最近10年間の米中ロ3カ国の国防費変化とありますが、はい、ロシアが歴然としてますね。もちろんこれね、中国も3倍近く、はいはい、要はだからアメリカはだからオバマ政権の時に国防費むしろ減らしてるんですね、でそれに対して中国は3倍、はい、ロシアは、まあ、もちろん元々がね、うん、アメリカ圧倒的に多いんですが、そうは言ったって中国が3倍になり、ロシアも約4倍ぐらい増やしてすごい勢いでやっているにもかかわらず、アメリカは減らしてたけどオバマ政権で、こういう状況を見るとやっぱり予算は国家の意思なので、アメリカは中ロに対抗するつもりないんだねって、いうふうなメッセージを与えてしまってたわけです。だからそりゃ習近平だってプーチンだって、ああそうだよねって、はい、あ、オバマはね尖閣守るって口で言ってるけど、ね、ヒラリー・クリントン国務長官アジアピボットって言って、アジア重視って言ってるけど、防衛費減らしてるし、ね、あ、はい、実際上はやる気ないよねって。いうふうにみんな、まあ、こう数字でも霊言たる数字なので、受け取られても仕方ない、そういうふうに見ているという状況の中で、はい、中ロを結果的に助長させてしまったということに対する反省があるので、トランプ政権になって防衛費を62兆円から80兆円まで増やしたわけですよね。そのトランプ政権で国防長官を務めたマティス氏は、衝撃的な発言をしているということなんですが、どうぞ。2018年1月の時点でのマティス国防長官の発言ですね、米軍の優位性は全ての作戦領域において劣化、国防の上限枠が即応性に悪影響を与え、つなぎ予算の繰り返しが伸びきった、資源の欠乏した軍を生んでいると。これは3年前ですか。3年、だから、要はその中国ロシアに対抗していかなきゃいけないというふうにトランプ政権が打ち出してから、アメリカの軍のインテリジェンスコミュニティは、それまではイスラム原理派を追ってたわけです、イスラム原理派の人たちばっかりずっと追ってたわけです、テロ対策で、ところが中ロが敵だっていうふうに方針変わったので、軍のインテリジェンスチームは中国ロシアの軍事能力の分析を始めたんです、で分析を始めて結果が出た結論がマティスのこの発言です。要するに米軍の優位性は中ロに対抗してほとんどの領域全てっていうのは海、空、宇宙、サイバー全てにおいて劣化してて、中ロに対抗できるような状況ではないということが判明したっていう話だ。軍のインテリジェンスの分析の結果そういうことが分かった、本当に深刻な事態なんだって話なんです。でもこれトランプ政権だからが調べたから分かったんです、オバマ政権の時は調べなかったんですよ、調べないからそういう実態も表に出なかったんですよ、調べないです、イスラム国は調べなければ実態は表に出ないので、はい、ここでアメリカ軍の弱体化による最近の中国とロシアの軍における動向というのを見ていきましょう。どうぞ。中国は潜水艦のインド洋進出、はい、そして南沙諸島の岩礁開発、はい、ジブチの基地建設と駐留、これも記憶に新しいところですよね、はい、そして一方ロシアは新型の ICBM、 そして新型 SLBM 搭載 SSBN の配備、はい、地上発射中距離巡航ミサイルの開発と配備、はい、さらにクリミア侵攻、はい、そして中国とロシアの合同海上へ、海上がこれ違いますね、ごめんなさい、はい、失礼しました、海上協力実施と、はい、着々とという形、要はだからもうブッシュ共和党政権とオバマ民主党政権の中で、もう要するに敵がイスラム原理派だっていう、まあ、過激派だっていうふうに勘違いさせられて、いわゆる中国ロシアに対する対抗措置を怠ってきた、
で怠ってきた状況の中でこういうふうな形でじゃあ中国ロシアをやりたい放題やってきてるって話ですよね。中ロからすれば鬼の犬間ですもんね。犬のだからまあ言い方悪いんですが、日本のインテリジェンスの能力どうなんだって話もそうなんですが、それ以上にアメリカはグダグダだったってことですよ。だからそういうグダグダのアメリカに、守ってもらえるって思うのってどうなのって僕で思いますけど、そもそもの話を言いますけど、そして北朝鮮も非常に活発に軍事に関して動いていたということで、それがこちらですね。どうぞ。弾道ミサイル発射そして核実験の状況ということなんですが、キム・ジョンウンが指導者だった時期は弾道ミサイル発射数が16発、そして核実験が2回だった、それが2012年、キム・ジョンウン体制になって以降、弾道ミサイルの発射数は55発、3倍以上ですね、そして核実験が4回と、さらに米軍を射程に収めうる ICBM 弾道ミサイルの発射ということで、火星14号が2017年7月にこれが射程5500キロを超えるということですね。グアムもやられるって話ですね。そして、同じ年の4ヶ月後11月には火星15号、これに至っては射程1万キロを超えると、あともっと深刻なのはですね、意外と皆さん分かってないんですが、ちょっとさっきのデータ見てもらってですね、核実験の推定出力っていうのがあるんですね、これ見ていただきたいんですが、推定出力、これ、ちょっと書いてるんですけどね、この2013年の時の核実験の推定出力は大体7キロトン、キロトンって言ってですね、ぐらいのあれなんですが、2017年最新のあれの時160になってるんですよ。4年で、わずか4年で、それまではですね、一番最初に核実験やった時の推定出力っていうのは 0.5 ぐらいなんです、だからもうこの金正恩の間に、核実験の核の威力っていうのが、要するに10倍以上になって約15倍ぐらいになってるんです。凄まじい勢いで核の威力が上がっているんだって話なんです。だから単にその核実験の数を増やしただけじゃなくて、確実に北朝鮮の核 の兵器の能力っていうのがすごい勢いで上がってきているんだ、ということも合わせて見とかないといけないんですよね。でそういう実態に対してどう対応するのかっていうこともこれ深刻にやっぱり考えなきゃいけないんだよね。でこれも要はですね、何度も言うんですが、オバマ政権の時ですね、この北朝鮮のこの、なんていうか、軍事情報とかに対するインテリジェンス、韓国と日本にあったわけです。北朝鮮の軍事動向や核兵軍事能力に対する情勢分析やるためのインテリジェンスの拠点というのが、韓国と日本にあったわけです。オバマ政権で予算カットされて解散。で要は北朝鮮と韓国の、における北朝鮮の軍事能力を上部は軍事的に把握する力っていうのがガクンと落ちてしまったわけです。でだからトランプ政権になってまず何やったのかってコリアミッションセンターといってですね、北朝鮮の核や軍事能力や体制がどうなっているかっていうことを、調査する情報分析インテリジェンスチームを再建することから始めたので、そこから始めなきゃいけないぐらい、要は中国や北朝鮮の状況についてオバマ政権は全く情報収集も分析もしてこなかったので、放置ですね、放置してたので、放置という、だからしないからアメリカが知らないので日本当然わからない、だから何も情報が出てこない状況だったっていうのがオバマ政権までの状況なんです。えらいこっちゃな。オバマ政権って8年あったでしょ、8年の間にもう北朝鮮と中国はもう好き勝手やってしまったね。だからもうこのね8年っていうのは、でこういう状況の中で繰り返しますけど、さっきの米軍の海軍情報部のジェームス・ファーネルとかなんとかは、それはおかしいだろうと、いうことで一生懸命ずっとやってたわけです、対応を、流されていた、それがトランプ政権になると明らかに変わったということで、そこから見ていきましょう。どうぞ。対中航行の自由作戦の実施状況ということですが、オバマ政権下では8年間で4回だった、それがトランプ政権になりまして4年間で11回と、オバマ政権当時はちなみに無害通行に限定されていたそうですが、
トランプ政権は訓練の実施、そして作戦対象の拡大、はい、さらに巡洋艦の活用など作戦の様態が活発化したと、はいはい、要はこれもだから南シナ海におけるこのスプラトリーも含めたところや台湾海峡もそうですけども、に関してやっぱり放置状態だったわけですが、これに対してそれはおかしいという形で、アメリカ海軍をやっぱアジア太平洋に集中させて、で集中させるために何をしたのかっていうと、中東からの兵力引き上げですよね。中東から兵力を引き上げる、やっぱりヨーロッパからもある程度兵力を引き上げる、でそれの分をアジアにこの集中的に入れて、で徹底的にこのインド太平洋での中国海軍の動向にプレッシャーをかけるというふうにどん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 やる。で巡洋艦も含めたこのイージスシステムを持っているイージス艦も軍艦を出して、場合によってはこのね、スプラリトリの基地に対する軍事攻撃も可能であるよというようなことも含めたレベルをどん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 上げていったというのがこのトランプ政権ですよね。そして軍事面だけでなく、さまざまな面で対中抑止行動というのをどう取ってきたかというトランプ政権のですね、振り返りがこちらです。2018年5月以降における対中抑止活動とありますが、南シナ海でリムパックへの、先ほど江崎さんのお話がありましたね、招待取り消しのほか、航行の自由作戦 B52 の上空飛行が活発化、関税の面で産業振興策、中国製造2025関連のハイテク製品に追加関税発動、それから中国人スパイの逮捕、中国通信機器の締め出し等の措置を強化する、はい、そして対台湾では昨年6月に続き武器売却を決定、はい、また艦艇による台湾海峡通過が活発化、はい、そして超党派で対中警戒が高まる中、強硬姿勢を反映した条項を盛り込む国防受験法を可決ですね、はい、そして経済制裁としては、制裁対象のロシアの企業からの装備品調達を理由に中国軍機関等に制裁を発動、これ超党派になっていてですね、民主党の議員たちもだからこの、対中強硬ということについて、この協力してるんですが、はい、協力している背景にはですね、やっぱりCIA と中国アメリカの軍の情報部インテリジェンスコミュニティが、はい、中国ロシアのいや北朝鮮の軍事的脅威に関して、きちんと調べて、ファクトをどんどん出したからなんです。出したので、やっぱりこの民主党の国会も政治家たちも、この実態はやばいだろうと、いうことで、この対中国に対して対抗せざるを得ない状況を作ったのは、繰り返しますが、トランプ政権が中国を最大の脅威だと見なした国家戦略に切り替えたからですよね。切迫した危機感をね。だからやっぱりこの、アメリカの世界戦略ってものすごい重要なんですよ。その対中抑止活動の中でも特に顕著だったのが、はい、繰り返しになりますが、台湾への姿勢ということでね、はいはい、台湾をめぐる動きちょっと見てみましょう、はい、アメリカ政府議会の台湾をめぐる動向としては、大統領就任前にすでに蔡英文総統と電話会談、2018年後半から翌年前半にかけて約9ヶ月で月6回もアメリカの艦艇が台湾海峡を通過します。そして約14億ドルもの台湾のへの武器売却、台湾旅行法が成立し、両国の高官による交流の許可がなされます。そして米台国防フォーラムが台湾で開催と、はい、さらには台湾への関与強化の姿勢を反映した国防受験法、先ほど出ましたね、はい、そして2021年台湾との全ての制約を取り除く、台湾との公的接触規制を解除と、はい、着々とやっているという、見事なもんだと思います、本当に、はあはい、これがバイデン政権になるとどう変わる可能性があるのかというね、動向ですが、どうぞ見てみましょう、はい、先ほどもうブッシュ政権からは先ほど見た通りですね、はい、2020年7月バイデン政権になりますが、選挙公約に挙げられていたのは気候変動を国家安全保障上の優先事項なんでかこれ、これは一体何ですか、何ですかって言いたいでしょ、これは一体何ですか、ほんまに気候変動国家安全保障上の優先事項、そうです、
これパリ条約とかいうやつだよね。気候変動、地球温暖化こそアメリカの安全保障上の最大の脅威であるというのがバイデン・サンダース側の基本的な認識なんです。ほとんど意味が分かりませんね。でこれ去年の7月にですね、バイデン政権側政権公約を出していて、まあ、110ページぐらいにこんな厚いものがあるんです。はい、まあそれの中で国防政策に関しては気候変動を国家安全保障上の最優先事項にしますと、で具体的に何かするというと気候変動による国家及び経済の安全保障に対する影響に関する国家的な情報収集と分析を実施しなさい、はい、つまり中国や北朝鮮に対するインテリジェンスから、気候変動による悪影響というものを把握することをインテリジェンスコミュニティの最優先調査事項にしなさい。もうあかんわ、もうだから頭クラクラしてきたわ。あと国防長官と統合参謀本部議長に対しては、気候変動が国防インフラなどに与える影響について毎年議会に報告するように指示する。これグレタさんがこれ顧問でもなるんちゃう？いやいや、もう そんな感じです。もうからもう国家思えてきました、ね、からあと国家安全保障担当補佐官に対しては気候変動の安全保障への影響を対処する包括的な戦略策定を指示するというような形で、要は気候変動や地球温暖化こそが国防上最大の優先事項であるというのが、バイデン政権側の基本的に。だから、バイデン政権が親中か反中かって話をしてるんだけど、そういう話じゃないんです。それ以前ですね。僕はでもね、そのことは聞いてね、はい、今ふっと思いついたのは、はい、結局ね、目をそらしてるんじゃないかと思います。はい、つまり、本当に別に気候変動が国家安全保障の優先事項なんて本当は思ってない。ただ、はい、つまり、対中政策を厳しくしないという言い訳で言うてるんじゃないか思いますね、私は。そういうふうな側面があるんじゃないかというふうに、やっぱりこの、ある程度の、やっぱアメリカの保守派の人たちはそういうことを疑念として思ってます。だからもう、百田さんがおっしゃる通りです。意図的にそうやって、中国の脅威から目をそらせるために、こういうふうな方針を出してるんじゃないのかというふうに言われてますね。単なるこれはもうお題目で挙げただけで、はい、もう本当ね、だからもうめまいがします、これ見てると。後はクラクラするね。日本はどうすればよいのかというところで、江崎さんは、バイデン政権の政策を左右するグループをしっかり分析するべきだとご提言されていらっしゃいます、はい、それがこちらです。バイデン政権の対外政策を左右するグループとして、1、与党民主党の穏健派、はい、これは景気改革と国際協調、はい、そして2、民主党の左派ですね、はい、おなじみサンダース議員に代表される左派は環境問題のため対中連携あり、世界的な石油依存の維持に対する軍事費の縮小、あらあら、そして3番目が野党共和党の穏健化、対中ビジネスを守るため対中強硬、はい、さらにグループ2としてはこういうグループがあります。野党共和党保守派クワッドと米国の景気改善ですね、はい、そしてアメリカ国務省、こちらはアジア太平洋コーディネーターがカート・キャンベル、はい、国際協調路線、米軍が中国の脅威に対抗するため軍拡とクワッド支持、米英そしてオーストラリアは日本を中核とするアジア太平洋重視へとありますが、要はですね、はい、バイデン政権といってもこの大きく6つぐらいの対外政策に関する勢力があるわけです、で民主党の中でも民主党も一枚岩じゃなくて、穏健派で、これ、まあ、ちょっと意外かもしれませんが、バイデンは穏健派なんです。民主党の中では。カラマ・ハリスとかサンダースは、まあ、日本で言うと福島みずほ先生、はい、で、バイデンさんは日本で言うと鳩山由紀夫先生なんですね。すごい例えですね。だから、まあ、鳩山由紀夫福島みずほ政権。まあ、分かりやすく言うと、ボケ老人派。いや、もう。いやだからバイデン側はですね、やっぱり景気回復とかそのことやって政権を維持したいので、環境問題あまり突っ込みたくないわけです、実は環境問題なんかやったら景気悪化するから、はい、だからそっちに行きたい、うん、でもサンダース側は環境問題を一生懸命やりたい、グリーンニューディールですもんね、だって福島水穂さんやからもうね、でなおかつこのサンダースさんはですね、グリーン、いわゆるグリーンニューディールっていう公約書があるんですが、そこの中で世界的な石油依存の維持に対する軍事費の縮小って書いてて、はい、これ何かっていうと第7艦隊の話です。
シーレーン防衛のためにアメリカ海軍が日本の石油を守るために、はい、ね、なんで第7艦隊が動かなきゃいけないんだよと、日本の石油という、ね、はい、あの地球温暖化を悪化させる石油消費を加速させるために米軍使うことはおかしいよねと。あ、そこにつながるんですね。だから第7艦隊も含めてアメリカ海軍の軍事費を減らせって言ってるわけ、サンダース。はあ、もうちょっとね、あの意味わからんね、意味わからないんですが、そういうふうなこのサンダースの動きに対して、あのバイデン、あのバイデン派と野党の共和党の穏健派は連携してサンダース側をなんとか封じ込めようとしているところです。抑え込めそうなんですか？それも非常に気にかかるところです。で、抑え込むかどうかはこれから。だってもうバイデンさんちょっともう半ボケやから、これ途中で例えば1年か2年でもう大統領辞める場合ってもう無理、もう執務無理やからって降りたら、これ副大統領のカマラ・ハリスがなりますよね。カマラ・ハリスはサンダースに近いので結構まずいと思います。そうなんですよ。でこれに対してやっぱりこの共和党の保守系の人や軍の方はやっぱりこれおかしいよねというふうに思っているので、だから軍はあの米軍サイドはですね、あのバイデン政権、バイデン側の政権以降に対して最後までこの、あのね、抵抗してたのはそういうのもあるわけですよ。だってあのこれからお前たちの仕事は地球温暖化対策だって言われて、なんじゃそれやった話ですよ。本当になんじゃそれやった話、現目の前の中国北朝鮮の脅威に対抗するのが最優先だろうと思うけど、いやー、もうこれクラクラしますよ。これ4年間もどうなるんやろ。だからクラクラするので、いやあの与党の、まあ、民主党の穏健派や共和党や軍と連携して、要はバイデン、あのね、カラマハリスたちをどういうふうに対抗するのかという米軍、アメリカに対する分断工作を日本側が仕掛けることが必要だと思います。日本側がね、あのそれもイギリスやオーストラリア軍と連携して台湾とかね、はい、僕アメリカはね、もう僕次の選挙でもね、またもうとんでもない選挙批判が横行するんちゃうかと思ってね、はい、もう共和党がもう政権を奪還することは無理になっちゃうかと、ちょっともう暗淡たる気持ちになってるんですけどね。今回は僕はもう、まあこれね、まあ諸説いろいろありますけど、はい、僕はやっぱりあんだけ大きな、その大きなというか、あんだけたくさんのいわゆる選挙違反の情報が出てもね、結局こう徹底して追及しなかったですよね、その司法も何も。あんなんでええんかなというのは今でもまだ気持ちとしては僕はありますけどね。多分そこはだから徹底して、うん、あの共和党も含めた保守系の人たちはその辺のところは追及多分していくと思いますし、これを追及しないとね、はい、していくと思いますし、次の2022年の中間選挙も、うん、それから2024年の次の大統領選挙もね、はい、もうどうなるか分かりませんからね。そこにね、巻き返しに向けて、だからやっぱりどうやってこう連携していくのか、で、まあ、変な話をしますが、アメリカ民主党をですね、一枚岩にしないためにも、はい、やっぱりあのサンダース側とバイデン側一応分けて、サンダース側をどうやってこの、あの毒を持って毒を制すじゃないんだけど、だからバイデン側をうまく用意書しながら、サンダース側をこう、ね、こう抑え込むっていうことも日本としてはやらざるを得ない、この毒を持って毒を制すなんですが、もう嫌だけど、でもあのしょうがないですよ。苦しくとも今それをやらなきゃいけないという状況になっているということも含めて、したたかにどうやって、はい、あの向こう側を連携するのかっていう、あとやっぱり共和党の、ね、連携が本当大事だと思いますね、はい、僕はまだ一つ心配なのは、バイデンが果たしてこう親中なのかどうなのか、これがまだちょっとわからないですね。あ、まあ、でもトランプ政権の置き土産もね、いろいろありますから、はい、そうなんです。釘がさ、ちゃんと刺されているところも、ね、はい、ありますから、それをね、あのなし崩しにならないことを信じたく、かつ祈りたいですね。あのね、前半で、ね、やったように、はい、こう中国はもういろいろ脅しかけたりブラフかけたり、はい、あのあるいはそのモニタリングというんですか、そのいろいろ、はい、バイデンがどう出るか測ってますよね、はいはい、さあ本当にこれでバイデンが果たしてどう出るかですね、はい、現実に注視してまいりましょう、はい、すいません、お話し尽きないところですが、残念ながら本日もエンディングの時間を迎えてしまいました。